蒙古は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。陣か。雅子殿、ご無事でしたか。運が良かったのだろうな。息子を見送れなかった償いに最後までこの若者たちの世話をしてやろうと思っておる。叔父上は朝方追い打ちをなさるおつもりです。何か策をお考えなのだろうか。若いのが傷つくのは見るに堪えぬ。あるはずです。なすべきをなせ。いつでも力を貸す。息を吸い続けておれ。先生、壊れた橋の修繕を待ち朝方出陣します。ハーンの肝を冷やそうというわけか。たじろげば多くが死ぬことになるでな。他の手もあるはずです。どうせ志村殿のお怒りを買うものであろう。民の命を救うものです。思案を重ねて動け。ご異論が。そうは言っておらん。またお越しくださいませ。皆が悲しんでいます。酒井様。ノリオ、お前の身案じておった。無事でした。私は九州に一生を得ましたが多くの犠牲が出ましたね。城を奪い返した後に丁重に弔ってやろう。勝機はあるのでしょうか。勝機は必ずある。望みを捨てるでないぞ。もちろんです。志村様の下地で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ。分かってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。構わん。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど。でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。
急いで鳥兜を集めた。足りそう。これで何とかしよう。櫓に行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。手早く物見を殺さねば。櫓から敵陣を探りたい。
Perdiu! It's the samurai!手早く物見を殺さねば、矢倉から敵陣を探りたい。毒を盛る手を見つけねばな。あの道、守りが薄く潜める場所も多い。杉笠衆だ。龍蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば、庭を抜けた方がよいな。
宴に潜り込み酒に毒を入れる。酒はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。とするか。イネッパスタットか。
ジン。ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら茂ったことを言うな。俺がハーンについたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。まさら後には引けん。毒とは何ぞ。おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。そうか。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは猛虎と同じではないか。誉れでは
民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。おじうえ、九郎殿の名を捨て、この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ、お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。タカのためだ。行け。